はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ジャイアンツに、すごいピッチャーが出てきたというところで、ちょっとね、ある選手を紹介させていただければなというふうに思ってます。まあ、このチャンネルでは非常に、ジャイアンツファンの方が見てくださってるというところで、おそらく知ってるかもしれないし、僕のチャンネルでも以前にですね、取り上げさせていただいたことはあるんですが、ちょっと本物になってきたなっていう感じはあるので、今日もね、改めて紹介させてください。育成の選手なんですが、田村智樹選手ね、023、背番号のね、023の田村投手なんですが、先日、2日前か3日前、だと思うんですが、もともとね、オフの期間にですね、スピードガンで測って162キロを出したっていうのがね、ありまして、まあ一応マックス、まあ暫定ではあるんだけど、162キロというふうに、まあずっと言われてき、たんですけども、先日の試合で、159キロを叩き出したというところで、まあいよいよ本物というか、なってきてるなっていう感じがしますと。で、まあもともと田村投手って、まあ今2年目でね、まあ20歳なんですけども、まあもともとずっと3軍を主戦にしてまして、まあ今でもね、3軍を主戦にはしてるんですが、去年に関しては、まっすぐと、カーブ、この2球種しかほとんど投げてない。まあ、イメージで言うと、まあ、オリックスの、シュンペータ投手ね、みたいなイメージで、もうほとんどまっすぐとカーブしか投げない。まあ、言うたら高校生みたいなね、シゲの五郎みたいな感じで、まあ、やってきましたと。で、先日の、まあ、ゲルシーチャンネル、まあ、皆さん知ってる方多いと思うんですけども、まあ、ファームのね、動画とか、選手をよく取り上げてくれてるね、ゲルシーさんのチャンネルを見てて、で、田村投手のね、ピッチを見てたんですけども、新たに、まっすぐとカーブと、で、カットボールで、で、マックスが159、まあ、出てましたんで、まあ、カットボールでも148キロとか、150ぐらい出てるようなカットボールを投げ込んでるというところで、これに関してはね、ちょっとね、すごく面白いというか、ちょっとお化けレベルというかね、うん、すごく出力が高いなっていうふうに、思いますと。で、まあ皆さんね、よく、まあよく言うじゃないですか、ストレートに力あるんだけど、まあその空振り取れないとかね、うん、球質が悪いとか、よく言うと思うんですけども、まあバッター自体のレベルもすごく上がってきてまして、今マシンであったりとか、まあいろんなね、対策打ってますから、まあ155キロ、あったからといって、空振りがバンバン取れるかって言ったら、まあそうじゃないんですよね。で、バッターの、まあ空振りをする、まあメカニズムというか、そういったところをね、まず皆さんにお伝えするとですね、別に球が速いから空振りするかって言ったら、まあ一概にはね、そうではなくて、いわゆる、まあ人間って目で見て、その目で見た反応で、手を動かして、バットを使ってね、ボールを当てていくっていうところで、やはり脳を騙すっていうのが非常に大事になってきまして、まあちょっと怖いかなって今思った方いらっしゃるかもしれないですけども、それはまだ違いましてね、球が速いっていうのももちろんね、いいことではあるんですが、やはりバッターが思い描く軌道ってあるんですよ。バッターって今まで何万球、何十万球、何百万球、まあスイングをおそらくボールを打ってきてるわけなんで、どういう球が来るか。まあ、出だしね、半分ぐらい見たら、どういう球が来るかっていうのを、もう自動的に無意識的に反応するわけですけども、それを、裏切ると空振りになりやすいんですよ。どういうことかっていうと、まあ、球がすごく速いっていうのも、まあ、もちろんあるんですけども、逆にですけども、球が来ないっていうのも、ある意味ギャップなんですよ。うん。だから、いい意味でギャップを生んでいくと、まあ、空振りを取れるっていうところはあると思うんですが、まあ、今、田村投手の、球を見てますと、まあ、現状ね、球を、まあ、ファールされたりとか、まあ、当てられたりしてるんで、そこのギャップっていうのはね、これからまだまだ磨いていくところなんじゃないかなとはいうふうに思うんですけども、まあ、出力的にね、パワー的に見ると、まあ、なかなかのパワーしてるなっていう、うん、ことがあるんで、まあ、159キロ出すくらいですから、非常にね、力強い球投げてますと。で、カットボールでも150ぐらいありますと。で、それに加えて、まあ去年ね、先ほど言いましたけども、カーブを多く使ってたっていうのがあるんで、そこに緩急が加わってきて、制球も良くなってくるとしたら、もうこれはね、
守護神候補だと思うんですよね。それぐらいのレベルだと思うんですよね。それぐらいの、スケール感というか、それぐらいの期待を持って、三軍の、まあ、監督、コーチなんかはね、育てて、いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。で、まあ、田村投手の、まあ、課題というか、まあ、その、今言いましたけども、やはり気になるところっていうのは、やはり、怪我だと思うんですよ。うん。大勢投手もそうですけども、出力を高く出せるピッチャーっていうのは、やはり肩肘であったりとか、まあ、下半身であったりとか、いろんなところに負荷がかかりやすいっていうのは、まあ、皆さんもね、分かってらっしゃる方もいらっしゃるかなというふうに思うんですが、やはり、ピッチャーにおいて肩とか肘っていうのは、まあ、すごく怪我する、人が多いっていうところで、田村投手ね、こんだけ出力出るんだから、肩の負担であったりとか、肘の負担も、まあ、高くなると思うんですよ。ただしかし、その田村投手の、まあ、投げ方というところを、メカニズムっていうところを見ていくと、非常に、ショートアームというか、腕をあんまりこう、大きく使って投げないというかね、ショートアームで、投げる。まあ、いわゆる、こう、まあ、野手投げではないんですけども、あまりこう、肘を伸ばしたりとか、遠心力を使って腕を振っていくっていうタイプではないので、どちらかというと、ショートアームの方が肩肘にかかるストレスっていうのはめちゃくちゃ少なくなるんで、そういった意味で、怪我はしにくいのかなというふうに思います。まあ、よく言われるのがですね、まあ、日本からアメリカに行く、メジャーリーガーに行くね、まあ、ピッチャーの方いらっしゃいますけども、まあ、大谷翔平選手であったりとか、ダルビッシュ選手も、まあ、日本にいた時は腕を結構大きく回したりとか、大きく使ってたんだけど、メジャーのボールになったら滑りやすかったりとか、まあ、中4日とか中5日で投げないといけないというところで、負担が多いというところで、みんな結構ショートアームにするピッチャーって非常に多いんですよ。で、田村投手を見てても、まあね、まあ、その、メジャーリーガーになろうとは思ってないというか、メジャーに行ってるわけではないんですけども、自然的にね、そういったショートアームになってるっていうところは、非常にその、怪我をしないっていう意味では、非常にね、いいフォームで投げれてるんじゃないかな、というふうに思います。で、じゃあ、どういうふうに育てていくべきなのかっていうところなんですが、やはり今、まあ3軍ではね、先発したりとかっていうところは、してるんですけども、やはり僕は、短いイニング、ショートイニングで投げていくっていうのが一番いいと思ってまして、まあ田村投手、まあ、最近の動画見させてもらったら、カットボールとかが非常に制球良くて、結構使えてるなっていう感じはしたんですけども、やはり、まあ、先発でやるとなると、緩急使ったりとか、いろんな球種をね、ある程度4種類とか5種類ぐらいあってっていうところだと思うんで、田村投手はね、それだけ出力があるんで、短いイニング、まあ、僕は守護神候補っていう風な言い方しましたけども、本当に、まあ、守護神とかね、を担っていくだけのポテンシャルもあるし、そういうピッチャーに、適性はね、僕はあると思うので、そういったところを目指しながらね、このスケール感で言うと、メジャーを狙っていく。まあ、ソフトバンクの育成からね、千賀投手なんかはメジャーリーガーになりましたけども、僕はそれぐらいのね、ポテンシャルはある選手なのかなっていうふうに思いますし、今はね、まだコントロールであったりとか、まあ、空振りがなかなか取れないとか皆さんおっしゃると思うんですけども、まあこの20歳という段階でね、まあ大学2年生かな、2年生の年かなっていうところで、この出力と、まあこのね、まあ徐々にステップアップしてるっていうところを考えると、相当すごいなっていうか、まあ最後にその、ジャイアンツのその育成の、なんていうんだろう、スカウティングっていうところにもお話ししたいんですけども、まあ僕が育成としてやってるときは、どっちかっていうとまとまった選手というか、まあ、総攻守、まあ、まあ、70点ぐらいの選手を、まあ、取りに行ってたんですけど、ある時期からですね、まあ、その、例えば40点でもいいよと。例えば、足、走るのが40点でもいいけど、バッティング90点のやつ取りに行こうよ、みたいな感じで、一芸に引いてたね、選手をどんどん取っていこうよっていう流れに、途中からめちゃくちゃなりだしたんですよ。で、そこからね、すごく良くなって、来たと思うし、この田村投手も、まあ、育成でね、育成の、22年の育成の2位で入ってきてますけども、やはり、まあ、これ、こんな言い方あれですけども、他の球団からね、支配下で取られなかった選手なんで、そこをね、しっかりポテンシャルはあるというところを評価して、ジャイアンツのスカウト陣たちをね、この選手を取ってきたわけなんでね、非常にいいと思いますし、
まあソフトバンクとかでもそうですけども、やはり一元に秀でた選手のその一元の部分を磨いていく。で、まあこういうグラフがあったら、もう一つだけこう突出するような選手を作っていく。そうすることによって、他の部分は例えば30点、40点かもしれないけど、この部分に関しておいてはもう、一軍レベルというかね、メジャー行ってもいけるぐらいちゃうかっていうぐらいの選手を取ることによって、ある意味その選手の価値が生まれるというか、その選手の、なんて言うんだろう、ストロングポイントというところがはっきりしてるんで、まあ、監督とかコーチもそうですけども、使う側からしたら非常に使いやすいんですよね。この人は足が特別速いと。だったら足のスペシャリストになるとか。このバッターはめちゃくちゃ飛ばすとか。だったらもう、一か八か、ホームランでもいいから、4番に育てるとかね。そういう風なやり方をやっていきやすいんで、ある意味、まあ、日本人とかって、まあ、教育とかでもそうですけども、まあ、全員いい感じで、整えていきたいっていうのがあると思うんですけども、この田村投手のようにね、もう球だけは速いですよと。もう誰にも負けませんよ、みたいな。うん。まあ、ティマとかもそうだと思うんですけども、飛ばすんだったら誰にも負けませんよ、みたいな、そういう選手を取っていくというかね、そういう選手を育てて長所を伸ばして、でまあ短所もね、まあちょ多少補いつつ長所を生かしていくっていうのをねやっていければ非常にね面白い選手というか、一軍でね、使えるというか、使えるって言い方あれですけども、そのチームに、貢献できるっていう選手をどんどん輩出していけると思うし、このピッチャーがね出てきたりとか、他にもね、育成のピッチャーでも非常にポテンシャル高くて、いいピッチャーいますから、そういった選手もこのチャンネルはね、取り上げていきたいというふうに思っておりますので、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。